で、全体的に若い方が多いんですので、少しずつですね、もう少しこのようにですね、横から見ますと、もう少しこの上半身がご自分の、後ろの足の、いずれ後ろの足ですね。研究会最初の時は後ろ足って言ったら、俺動物じゃねえって言われたことあるんですけど、で、今後ろの足にしてですね。で、こちらのかかとよりもあとわずかに体重が後ろに来る、体が後ろに来るですね。非常に不安定な状況でいいですね。したがって自然にステップが小さくなりますよ。見てて奥さんすごく合ってましたから、自然にステップ小さくなってきます。で、ここでの小さなステップっていうのが、年取りましたからうぬんとかじゃなくて、逆にはっきり言ってこの小さなステップ難しいですね。で、それが一つと、はい、はい、ゆめさん、この時にですね、露出予報の時にこの手をもう少し体に近づけるように、自然にね、こういうこともやっちゃダメなんで、自然に小川さんもわずかちょっと開いてますんで、はい。で、上野さんの場合はこの手がですね、ここではなく少し前なんですね。もう少し自然にですね、落ちるようなそういう感じですね。自然、重力に任せるようなそういう感じですね。はい。鈴木さん、膝をあともうちょっと前に行ってみて、そう、こういう感じ。そしたら体が自然に前に倒しますわけね。はい、素晴らしいですね。はい。とてもいいんですが、あとわずかにちょっと上に持ってってほしいですね。ちょうど親指と鼻の先がほぼ同じ高さですね。はい。で、こういうふうに来た時に、ここでもう一度ご自分の体重が後ろに行ってるかどうかを確認して、はい。確認されてるのはいいんですけど、今、肘がちょっとやっぱりちょっとどうしてもちょっと上がっちゃう。肘は上がらないんで、このように。ですね、はい、こういう風に言っていただくといいですね。おお、これはすごいですね。はい、で、続いていいですよ。で、あとですね、先ほど見たところではこういう風に、複数の方、ほぼ複数さん以外かな、なんとなくここで手をですね、一度敷いてます。なんとなくちょっと敷いてる。ここで手を敷く必要ないんですね。横から見ていただくとこういうことです。こういうふうに行きましたので、この手はこの足と一緒に、私たちの体がその後ろの、足のかかとですね、それよりもうちょっと後ろに来る、その一つの重しの代わりですよ。はい。そしたら、ここ、足とっ払ってるんで、この重しが余計重要になってきますね。そしたら、この手がもう大体この位置ではないでしょうか。はーい、おー、ちょ。はい、ちょうどいいですね。では、こうなれば、この手がこういうふうにならないわけですね。ゆめさん、これ気をつけましょう。で、この手はこうではなく、ちゃんとこういうふうに。この裏付けっていうのはここなんですね。こういうふうにいった後に、はい。で、この手をこの空間に止めてもらってですね、体でこれに合わせていくと。OK ですね。これ大切ですね。はい。あと、これ なんてなってるんでしょうか。聞いちゃおうかな。で、この後にですね、この回転皆さんご苦労されてるんですね。難しく考えなくていいですよ。この足をこういうふうに来て、はい、こんな感じですね。そしてかかとで、いいんです。
難しく考えなくていいんですね。柔らかい方はもうここでもうとにかく柔らかくしてますけど、奥さん柔らかいですね。田辺さんも柔らかい。でこういうふうに言った後にちゃんと持ってきて、まあここでもしできるならばちゃんとしっかりと踏み込んでいきます。で、ただしここ無理なさらないでください。で、ね、でその時にあの、小川さん少しこういう感覚だったんですが、こうではなくてちゃんとここはこういうふうにしますね。違うよ、前に来てるんですよ。前に来ています。だからそ膝を前に持ってきてください。ね、だからあのこうじゃなくて、大丈夫です。あとね、いろんなステップの変化、慣れていない方はしょうがないにして、例えばあの軟弱首の後の丹田ですね。丹田、でここで一旦両方の足が平行になってますわけ。左足が右足よりも少し後ろですね。ここで重心を移動した後にもう一回かかとを軸にして、こういうふうにくる。そう、お腹出っ張らないようにこの足をこういうふうにかかとを軸にしてですね。はい。で、まああの今後日本武術太極拳連盟の例えば24式とか出たい方は気をつけてくださいね。あの日本武術連盟太極拳の回転の仕方とかつま先じゃないと減点になりますんで、出ます出ないんですね。なら安心しました。もう出ないですよねあの結局五式太極拳で、まあ、昔洋式もそうなんですけど、かかとによる回転が非常に多いですね。でゆっくりと行くって、そうです、そういうことですね。はい。 でそしてあの同じところを、見つけたんですけども、回転心があって、はい、先頭針があって、でこういうふうに前に行って、はい、でかかとつま先、はい、ここでですねもう一度この足をこういうふうに来ています。で、この時点で両方の足は平行になります。そして重心をここに移動したことによって、ここで実はかかとを軸にして一度これが入ります。はい。で、井上さんもし よろしければあの。角度をちょっと変えていただいて、ちょうど奥津さんの角度からちょっと取ってほしいんですね。この左手の位置がこういう位置になっています、この時。あ、皆さんゆっくり移動していいんですので見せますので、この位置で行ってほしいんですね。こうではないんですね。ここで楽してこういうふうにしなくて、自然にここをスラッとこういうふうに、そしてこの段階からこういうことです。でございます。はい。そして運指。あの角度は好きな、あ、これでも構いませんから、運指は基本的に足がですねこのように動いています。お膝
開いて、かかと、かかと、つま先、かかと、つま先、最後の1個がつま先ですね。で、かかと、で、そしてここで、このかかとの間にですね、ちゃんと重心を、かかとよりも後ろに引く。はい、かかと。で、つま先で、ここもそうですよ、さなみさん。ここも重心を後ろに引くんですね。つま先ですね。はい、これです。で、そして、腰。ここの腰の関係ですけども、まあ、もちろん、今現在の結果は結果として認めましょう。まあ、まだ皆さん腰完全に柔らかくなっていませんので、で、あの腰柔らかくなってくれればどういうことができるかというと、ここでまず骨盤を動いていないんですね。先に腰を動かしておいて、で、腰が動いてから今度骨盤の動きを連動させます。皆さん現在だとやっぱりちょっと腰と骨盤を一緒に動いてるんですね。ではなくてここで骨盤止まっています。腰先に動かす。喋るのがきつい。先に腰を動いてるんですね。はい、ここに来てどうしようもなくなったので骨盤が連れられていきます。はい。で、腰じゃどのぐらい動けばいいのか。腰はちょっとわずかに動いていればいいです。はい、ここできれば骨盤をちょっと止めてほしい。じゃあここで骨盤を止めるってどういうことかと言いますと、はっきり言ってここの2つの膝をずれなければいいです。ずれなければ動いたのが絶対腰ですね。はい、きつくなったんで今度、はい、この膝のこのズレっていうのが実は骨盤のズレです。はい、この膝のズレがなければこの骨盤のズレもありません。この同じことです。はい、ここで絶対にこのような膝のズレを持たないように自然にこういうふうにする。はい、腰で動いているんですね。で、ここで、はい、じゃあ骨盤を動かします。はい、骨盤を動かすということは、イコール何らかの形で膝を動かすわけですね。で、ここも同じ。ただし、ここでもうはっきり言って、両方の膝もほとんどこの動きで殺されていますんで、死ねられないですね。ここでやろうと思うと、このぐらいしかできないですので、そしたらやっぱりかかとを中心にして開いて、で、ここでつま先を動かしながら、はい、で、重心をもう一回左足に預けながら右足を少し開いて、ここも田辺さん、そうですね、こういうことですね。後ろに来てますね。はい、もう一回かい。で、そしてここ注意していただいて、この左足は一辺右足の方向と完璧に南に向けておいて、最後に一個ステップを開いて、で、はい、で、おそらく非常にきついところで、きついところで、はい、あともうちょっとします。あともうちょっと我慢します。あともうちょっと我慢しますっていうぐらいの、まあ、念を押しての少しずつの我慢になります。なので、はっきり言って、低い姿勢での太極拳、全く必要ありません。で、このようにして、で、いつか皆さんやってて自然に低くなってしまえば、あ、それは自然に低くなりました、それは認めましょう。で、はっきり言って、あの奥さん、あの、ある程度低くなってきています。それはそれでいいです。で、私でなるべく高くしてますね。皆さんにあの真似させないように
まあ低くはできますけど、DVD、本の DVD だとちょっと低くしてるんですが、上野さんも、まあもうすぐでもう2年になるんで、まあなんとなく自然に低くなってきていると思いますので、そういう意味合いでですね、そしてあのこうなったところでもう一個話をしたいのがですね、実はあの最後のそのパイリン客の話ですね。そのパイリン客っていうのがあの、実はあのまあ本当はちょっと低い位置でやるものであって、であの。この時点で実はもうこうなんですよね。で、ちょうど横に来たところでここを下ろすとここを上げるが同時なんですね。こちらの足から少しこっちに来てほしいんですね、上野さん。上野さんの位置はこっちで、みんなもやっぱり少しここ気味なんですね。こういうふうに行くとこの体勢ができるんですね。そしてこの体勢の中でも谷さんは同じことなんです。ここで一旦ほらっと後ろに行っておきながらここに来ています。はい、でここから腰を動かす。で、こうだ。そう、その時にですね、あの前に行かないんです。ただこの足をちょっと前に向くだけなんです。で、こうだ。ですね、はい、こういうふうにできればこういうふうにしたいんですね。5本の指をちゃんとこういうふうにしていただくといいと思いま す, です、ね、こういうふうに言ってからあの自分のセンターを中心軸ですね、過ぎてからもう少しそっちに行ってこういうふうに持ってくるべきですけど、ただしこの動きというのがあのどちらかというとあの骨盤をちょっと少し広げるぐらいのつもり、まあつもりというか私は実際骨盤を開いていますので、あの最初もし無理だったらあのこの足ここまでは来なくていいんですね。ただしあのパイリン脚の後に、あ、ここ、あ、これ以上向こうには無理ですね、まあ、このぐらいにしておきますけど、ただし降りた後にですね、上野さん見てくださいよ、降りた後にこの足を少しこういうふうに向く。ちょうど今、床の板があの1、2、3、4、5、6本目ぐらいですね。要するにいかにこの両方の足がこういうふうに広げているんです。でこういうふうに持ってきて、はい、こういうふうに、それはしょうがないんですよ。それはだからあの八文語方向の中のこれをあのお時間ある時にやっていただくと、ここの骨盤が少しずつ広げてくれます。はい、ですね、大変ですよ。